山の太一です。違うか、はい、吉田サラダです。 We love スワローズっていうことで、8月1日ヤクルトスワローズ対ジャイアンツ1対0で勝利しました。すごい、よっしゃー、山の投手プロ初勝利おめでとうございます。よっしゃー、いやー、よかった、よかったですよね。山の投手、素晴らしいピッチング、ナイスピッチングでした。本当に良かった。もうね、大学時代は無敗の男、負けない男、山の投手がね、プロ入ってきて苦労して、怪我で、育成選手になって、で復活して、このピッチング、いや、感動しかないでしょ。今日のヒーローインタビュー、ヒロインでね、久しぶりに泣きましたよ。いや、素晴らしいヒーローインタビューでしたね。違う角度からの映像も見させていただいたんですけども、ベンチでね、同期の本山選手と並木選手がずっと残って見てるっていう、素晴らしい素晴らしい映像も見させていただきました。本当にありがとうございます。感動ありがとうございます。やっぱりね、山野投手、どん底を味わってからのこのプロ初勝利。いや、プロ野球選手って僕らはね、夢を見させてもらってるんですよ。すごいことじゃないですか、プロ野球に入るっていう、そこで活躍するってもう憧れなんですけど、やっぱりどん底、一回ね、もうドラフト2位っていう上位で入って、大学時代負けなかった男として入って、怪我をして育成に落ちる、このどん底から這い上がっての勝利ですよ。なんかやっぱりね、もう負け続けてきた私、吉田サラダとしてはですね、なんか自分に移すわけですよ。あ、ね、どん底を味わってもこうやってまた復活できるんだって、頑張ってる山の投手いるんだって、僕も頑張るぞってね、勇気をもらえるわけですよ。もうね、本当に素晴らしい、ありがとうございます。もうずっと押していきます、山田投手。いや、大好きです、本当に頑張ってもらいたいな、これからも、ね、小さな、投手で大投手になってほしいと。もう石川投手、小川投手のね、この体は小さいけどもすごい投手の流れがあるじゃないですか。それにね、もう石川、小川、山野ってなる感じのね、もう山野投手に伝説の投手になってもらいたいなと今から思っております。もうヤクルトスワローズでね、負けない投手山野見せていただきたいなと思っております。もう今日のね、試合で心つかまれました。本当に山野投手、これからよろしくお願いします。そして山田哲人選手が帰ってきました、サンタナ選手も帰ってきました。もうこの2人が帰ってくるだけででかいのに、山投手が復活してこうやってこんな素晴らしいピッチングを見せてくれたんですよ。ヤクルトスワローズいけますね、こっから逆襲、皆さんいけますよ。このまま連勝でいきましょう。本当に山野投手のおかげで熱くなっております。本当にありがとうございます。明日の先発は高橋奎二投手です。高橋奎二投手、頼みます。この勢い止めないで、連勝でいきましょう。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、山野投手おめでとう、大好き。